お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。個性あるチーム同士のぶつかり合い、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。登場の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームチームから。4人で中盤を構成する形になっています。極めて総合力の高い強豪と呼ぶにふさわしいチームです。攻守に堂々たる戦いぶりを見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド全日本、4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。まもなくキックオフです。さあ激闘の幕が開けました。ヒューガ君、ここは勝負を避けた。出た七色のペイント、アートドリブルを見送る。気づけるものか、出た七色のペイント、必殺のゴールのペイント、ナイスプレー。七色のペイント、パス、これはどうか、シュートを放った。ハンドキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット、シュナイダー君左へパス、必殺のオーロラフェイントだ。カズオ君ここで止めた。ブッシャー君、ここは抜かせません。これは格闘技ばりの荒技だ。カズオ君激しいタックル、守備陣の隙間を狙う。ロブソン君ダイレクトでパス、飛行機の華麗な技だ。体を反転させかわす、シュートだ。パスを受けた、そら、おら、パスを回す、ライディングが決まった。それレビン君、ロングパスを受けます。必殺のオーロラフェイント、まずいぞ。七色のペイントを止められない、見せるものか、まずい。もらったぞ、オーロラフェイント、横にかわして突破、ここは抜かせません。ロングパス君、これは格闘技ばりの荒技だ。これは格闘技ばりの荒技だ。ボールを相手に決めるんだ。ブンナック、ここからチャンスを作れるか。シンゴ君、まさに走るダンスカーだ。リタリッチ、鋭いドリブルで抜き去る。あとドリブルを見送る。ゴール前に持ち込む。あっと奪い返した。中里君、ロングボールを送る、パスを受けた、出た七色のフェイント、必殺のオーロラフェイント、まずいよ。出た七色のフェイント、体ごとぶつかっていった。ヒューガ、おっと、もっと、よし、交代だ。何よ、ここいかんとない。敵陣へ攻め込む、そうはいくぞ。スライディングでカット、ハトロベルソン君、このスライディングが決まった。やったー、横をすり抜けた、敵陣を切り裂く。ドリブルでボールを運ぶ、イーグルソン君、強烈なシュート、止めた。さすが若林君です。何、ここでパスカット、ドリブルでボールを運ぶ、現しのごとき強烈なシュート、マンモーボールを狙うも届かない。
ルーソットで先端に上げた。ここだ。止めた。さすが若林君です。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。横をすり抜けた。まずい。敵陣を切り裂く。俺たちの力を見せる時だ。ゲルマン魂を見せつけてくるのか。決める。ファイナーシュートが火を吹いた。若林君、このシュートに反応している。横飛びで押さえた。何？翼行け。それシュナイダー君、ここで止めた。それキレビジンの隙間を狙う。そらそらこのスライスプレー、絶妙な連携プレーを見せつけるか。ワンツーで折り返す。ここでスルーパス。スライディングで止めた。シュナイダー君、横を取らせ突破。チャージが決まった。ヒューガ君、全開で攻め込む。体ごとを使っていった。ボールを取り上げて、ナイスプレー。そらそこだ。七色のフェイント、必殺のオーロラフェイント。なぜ本気を見せる時が来たね。その力を見せつけるか。いくぞ。これは目の覚めるような一撃だ。これは反応しているぞ。若林君、ボールはまだ生きている。松山君、ヒューガ、これをトラップ。シュナイダー君、激しいタックル。かわして振り返った。なんだと。敵陣を切り裂く。ゴールを狙う。若林君、これはキャッチできない。似た。スライディングで止めた。かわして振り切った。奪い返した。マサオ君、マサオさん、ここはパスを出した。ボールを奪った。ここで大きくサイドチェンジ。パスを受けた。カズオ君、ボールを奪うことができません。ソーダ君、パスを回す。全員行くぞ。ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。レビン君、センターラインを越えて攻め込む。必殺のオーロラフェイント。ナイスプレーだ。両者激しく激突。これは互角の勝負だ。空中でぶつかり合う。レビン君、この対決をものにした。ゴール上に突き刺さった。レビン君、僕は世界一のサッカー選手になるの。これで抜いてみせる。さあ、この調子で突き放そう。パスを受けた。それ、いや、激しいタックル。体を反転させかわした。飛行機の華麗なもの。ナイスプレーだ。あと、これはドライブスローだ。伊藤君、ここは身を挺して止めなく。鋭いスライディング。松山君、ボールを奪うことができません。ゴール前に持ち込んだ。天才の一撃が爆裂。若林君、横に飛んだ。見事なゴール。この選手は要注目です。そこだ。どうした、みんな弱気になるなよ。ロングボールを送る。このパスをトラップ。それ体ごとぶつかっていった。これが七色のフェイント。気抜いてみせる。なんだと。七色のフェイント。レビン君、見ているものが攻撃に変わっていく。センターラインを越えて攻め込む。出た。七色のフェイント。激しいタックル。体を反転させかわした。そこだ。飛行機だと。オッケー。これはドライブスートか。止めた。ナイスプレイ。何？そら。さあ、
前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。マサオ君、ボールを狙うも届かない。ヒューガ君、ここからチャンスを作れた。ニッタ、ニッタ君、鋭いドリブルで見つける。ロブソン君、タックルを決めた。ブンナーク君、素早くつなぎます。ヒューガ君、ボールを奪うことができません。カーブを出します。グッカ君、俊足を決めた。エスパダス君、これはキャッチできない。ボールはまだ生きている。こぼれ球を狙ったぞ。ホームチーム、リードして前半を折り返します。注目の後半戦、石崎君、ここはパスを出した。チャンスが決まった。ヒューガさん、ロングパスだ。ヒューガ君、ロングパスを受けます。体ごとぶつかっていった、うん、攻撃のスイッチを入れてくるか。ボールダッシュ成功。いけ、センターラインを越えて攻め込む。スライディングで止めた。ニッタ、ロブソン君、このパスをカットします。ロングパスだ。パスを受けた。体を反転させかわした。飛行機の華麗なもの。ナイスプレーだ。ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。ブンナーク君、見たか、格闘技張りの荒技だ。シュガル、ナイスプレイだ。これは格闘技張りの荒技だ。ボールを上げていくんだ。まずい。ブンナーク君、これはチャンスを作れるか。これは格闘技張りの荒技だ。ボールを上げていくんだ。ブンナーク君、うわー、一発のシュートでゴールを狙う。ボールはまだ生きている。いけたい。はいけ、これだ。クレイン君、ここは抜かせません。必殺のエアポイントだ。石崎が決まった。ヒューガ、長いパスが通った。そう、チャージが決めた。そう、ボールダッシュ成功。ここからチャンスを作れるか。チャージが決まった。ボールは友達。私は何だって。これは南米式のドリブルだ。ヒューガさん、あとドリブルを見切る。ニッタ、体ごとぶつかっていった。シュナイダー君、横にかわして突破。左へ預けます。必殺のオーロラフェイントだ。出た、抜け、七色のフェイント。なんだと、必殺のオーロラフェイントだ。レミン君、抜け、なんだと、センタリングを上げた。翼君、ここは抜かせません。これは南米式のドリブルだ。さらっと奪い返した。はぁ、サッカーは勝った者が強いんだ。ジャイガーショットだ。よかったね、鋭く反応。ああ、これも取った。ノーラー、加藤君、パスを回す。はっ、この試合の分が決まった。鋭いスライディング、スライディングで止めた。横にかわして突破。もらって、パスを回す。それ、チャージが決まった。それ、これが俺のネオタイガーシュート。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。何？いい形でボールを奪った。もらったにかわして突破。翼くん、ここで止めた。ヒューガ君、ブンナーク君、激しいタックル。これが格闘技張りの荒技だ。ヒューガ
新田君、ここからチャンスを取れるか。鋭いスライディング。チャンスが決まった。美咲君、センターラインを越えて攻め込む。シュナイダー君、ここは抜かせません。マサイ君、狙いすましたパスを送る。体もぶつかっていった。必殺のオーロラフェイントだ。出た。抜けるフェイント。ナイスだぞ。レミン君、センターラインを越えて攻め込む。必殺のオーロラフェイントだ。中国クロスは通るか。これはまさか。2人で飛び上がりシュートだ。いけた。若林君、横に飛んだ。これはキャッチできない。このクロスは通るか。おっと、攻守交代だ。強い胸カット。飛行士の華麗なヘッドバスタイム。激しいタックル。敵陣へ攻め込みます。ここから一気に攻め込みたいところ。パントキックで大きく蹴り出した。カズオ君、ボールを奪った。ここからチャンスを作れるか。体ごとぶつかっていった。これが殺のオーロラフェイントだ。出た。抜けた。七色のフェイント。なんだと。敵陣へ攻め込みます。これはスピード重視のクリドシュートだ。若林君、このシュートに反応している。ゴールラインを越えてしまった。全日本、ゴール前からどう展開していくか。美咲、日向君、このパスをカットします。見たか。これはデボールだ。なんだと。決まった。一気に決める。ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。スライディングで止めた。まとめ、ボールを狙うも届かない。おら、ヨト君、素早く横にパス。そら、シュートを放った。ここはパスを出した。ミッチに乗るカウンターを仕掛ける。タックルで決めた。ヨトをすり抜けた。ここからは精神力の勝負だ。ゲルマン魂を見せつけてくれた。鋭いスライディング。それガッと奪い返した。タッタッ、ドリブルでボールを運ぶ。必殺のオーロラフェイントだ。ネオタイガー、ネオタイガー、シュート。若林君、決死のセーブでゴール隅に決まった。よっしゃ、シュートを決めてきた。もらった。いけ、ネオタイガーショット。飛ぶな。すぐに追いつき、追い越してやるぞ。石崎君、パスを出します。チャージが決まった。必殺のオーロラフェイントだ。いいね、激しいタックル。さあ、試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。これは格闘技バリの荒技だ。ボールを相手に蹴り込んだ。見たか。これは格闘技バリの荒技だ。クライムを相手に。なんだと。こいつは格闘技バリの荒技だ。ブンナック。クライム、ここからチャンスを作れるか。これが格闘技バリの荒技だ。ボールを相手に蹴り込んだ。ナイスだ。ブンナック君、放っちゃえ。シュートを放った。取った。まさに鉄壁の守り。なに、パントキックで大きく蹴り出した。ホームチーム勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。キューガさん、ここだ。
今だ。トムラン抜いてみてる。もらった。行け。